スした方が可愛い？話せたあなたのことを好きになり始めた。ごめんなさい、こんなに早い時間に呼び出しちゃって。暇そうな顔してるね。ありがとう。藤井君って本当に優しいね。冬のこんな寂しく、私好きです。きっとそれは輝く特別な雪の魔法。仕事は持ち込まないって言ったのに。あなたは何も分かっておられないんです。どっか行こうかとか思ってたの。行こう。よかったらまた付き合ってね。藤井さんが女の人を任せたって私には関係ないの。今日は無理に付き合わせちゃってごめんなさい。こんなところで何をしてるのよ。関係者以外は立ち入り禁止よ。くんがずっとそばにいてくれるって思ってた。どんなことがあっても、例えば恋人同士じゃなくなっても。悪かったわね。恋愛なんて私知らないもの。バカみたいだね。私が藤井くんに嫌な思いさせてたんだから。ひどいよ。あなたはユキさんに何をして差し上げられるのです。トウヤくんに会いたい。過ぎてゆく季節に置いてきた宝物。大切なピースの欠けたパズルで白い雪の街に優しく藤井さん、あーん。あーん。Thank you.